優先屈は中国東大に書かれた電気小説である。作者は灯の蝶と伝えられる。作者と同盟の長ふみなりなる。主人公が黄河の源流を訪れる途中、新鮮の家に泊まり、家父の最重娘、その兄嫁の後、姉らと情を交わし、人夜のかも尽くすが、明け方に外のカラスが騒がしくなり、常時が中途半端に終わらせられる。 というストーリーである。当代の電気小説の外も言われるが、中国では早くから逸存書となり、存在したという記録すら残っていない。後に、露人によって日本から中国に再紹介された。文章は当時流行した変文によって書かれている。日本では、剣道士が人にあたり、この本を買って帰ることが多く流行した。 例えば、奈良時代の山上奥良は、万葉集に、優先屈に、いく、旧戦火の人は、一戦以外に直せずと記している。また、万葉集牧4の大友やかもちによる、国家体幹番号の741、742、744番の総門家も、優先屈中の句を踏まえている。また、松尾芭蕉の俳句、 常に茎カラスも雪の朝なりや高杉新作のドドイツ、三千世界のカラスを殺し主と朝寝はしてみたい。さらに、それを踏まえた、落語、三枚気象も、作中でジョージを邪魔したカラスを踏まえたものである。なお、動物語第九編は、蝶と側天武功が絡む話だが、中国天石が古来不詳である。優先屈の日本国内に残存する主要な伝本は、 山田孝夫によれば4種ある。ありがとうございます。